ワンパターンでしょ、やってることが。一緒じゃないですか。だから歴史を知らなすぎるんですよ、日本人は。彼らの常套手段なんですよ、いつも。まあね、その話はこの間国会で僕もちょっとしましたよ。ね。ウクライナばっかり言ってないで、ロシアの方を見ないと、あと痛い目見ますよ、と。ね、シーンとしてましたけど、国会は、国会とか委員会会場は。もうだって今どこだってもうみんなウクライナ助けようですからね。いや別にウクライナ助けることはダメって言ってないんですよ。ただ、ね、ウクライナって遠い国なんですよ。ロシアは我々近の国でエネルギーとかに依存してるんですよ、我々もロシアの。いまだにね、液化天然ガスとか買ってますからね、ロシアから。それ止められたら、干上がっちゃう会社がいっぱい出てくるわけ。ので、もし平和が大事だって言うんだったら、ウクライナを助けるのもいいけど、ロシアにもちゃんと交渉してですね、早くもう戦いやめてくれというふうに言わなきゃダメでしょって僕言ったわけです。で、それを今やろうとしてるのが習近平さんですよ。中国共産党ですよ。で、ロシア今立場が弱いから戦ってるから。だからそこに助け船出して、もう連合体作ろうとしてるわけですよ、皆さん。全く知らないでしょ。ロシアとか中国とかインドとか、ね、まあ、ブラジルとか組んで、もうブリックス同盟みたいなのがあって、そこで新しい通貨を作ろうとしてるんですよ。でもトランプなんかも、トランプ前大統領ね、アメリカの。もうツイッターでも昨日から言ってましたよ。もうアメリカが今このままじゃ負けると。ね、だから早く対抗措置いかないといけないのに、全然やってないから、もうひっくり返されちゃうということをトランプ大統領、トランプだけじゃない、もう FOX TV とかでも、タッカーさんっていう人がね、言ってますよ。日本全然言わないじゃないですか。いまだにウクライナ助けようだけでしょ。そうこうしてる間に、まあ我々の同盟はアメリカですし、だし、NATO、G7 ですよ。まあいいですよ、そこ仲良くするのはいい。でも向こうは向こうで、包囲網を作ってるわけですよ。ね、で中国とインド組むだけでも20億人ですよ。そこにロシアが乗っかって、ブラジル乗っかって、南アフリカ乗っかって、さらに彼らはアフリカとか東南アジアとかをもう席巻してるから、ね、世界の貿易量なんて、アメリカと他国がやる貿易量よりも、もう完全に中国と世界の国々がやってる貿易量の方が凌駕してるんですよ。もうこの20年でひっくり返っちゃうんですよ。そういったことも全然我々はメディアで聞かせられないまま、ね、ドメスティックに国内のニュースだけ、しかもどうでもいい、なんか総理がしゃもじ持ってたとか、どうでもいいことばっかりワイドショーで流してですね、アホなんですよ。ね、いやもう皆さんね、こういうとこに来られたらテレビ見ないと思いますけど、どうでもいいじゃないですか、そんなの。しゃもじとか。ね、別にしゃもじだろうか、もみじまんじゅうだろうか、なんで持っててくださいよって話ですよ。そんなことやってんすよ。ね、もうわざとやってんのか、メディアの人ももう諦めてんのかわからないですけど、肝心な情報が全然我々の耳に届いてこないわけです。情報がなかったら考えられないでしょ。考えられなかったら政治に参加することができないでしょ。投票行きたくてもいけないわけですよ。で、逆にですよ。僕は昔そうでした。気づいてでもいけないんですよ。入れるところがないから。だからさっきも言った通りですよ。政策一つ、誰も検証しないんですよ。10個も国政政党があって。ね。まともになんかちょっとつこうとしてるのは3セントぐらいだと思いますよ。まあ、令和さんの山太郎さんがたまにちょっと言うかな。他、皆無ですね。ね、もうなんかもう、野党第一党の立憲民主党とかね、なんかあれは偽の文書だ、なんだかんだってやってるでしょ、計算が。なんかばっかり踏んで、なんかあいつはサウナとか言ってですね。どうでもいいんですよ、もうそんなの。偽の文書だろうが何だろうが、そんなの政治がマスコミに圧力かけるとか、マスコミが政府に忖度するとか、当たり前じゃないですか、そんなの。彼らのそのやってないっていう建前で圧力かけたっつって言ってるわけでしょ。でも圧力なんかかかりまくってるに決まってるじゃないですか。皆さんも富山に住んでたら自民党の圧力が受けてるでしょ。こういうとこ来るのにも顔が刺すから嫌でしょ。いや皆さんよく来てくれたと思いますよ。いや本来だったらありがとうございます。いや本来だったら、いや僕島根の加賀市に住んでますから、そんなの加賀市でね、参政党のミーティングなんかやったら大変ですよ。ねえ、だってもう全部自民だもん。いや、でも本当ね、こうやって皆さんよく来てくださったと思いますよ。ね。どうも、日本中で圧力ありますよ、そんなの。政権与党強いから。ね。でも、それで強い与党がですね、まあ国内ではドメスティックに自民党強いんですよ。でもですよ、皆さん。国際的に自民党の政治家が、もしくは総理が、ちゃんと外交できてると思いますか？全くできてないんですよ。もう胃の中の蛙ですよ。徘徊は知ってるけど出るの怖いみたいな感じですよ。うん、だって通用しないんで。ね。でもせいぜいだからしゃもじ持っていくしかないわけですよ。ね。で、行ったら、もうお金分かりますね。インドに8兆円、ウクライナに1兆円とか言ってですね。ね。いや、払ってんじゃん、あれは貸してるんだと。
言うんでね、やっぱ貸してるんで確かいいんですけど、でもそんなに大盤振る舞いするんだったら国民に貸してくれって話ですよ。でしょ。でね、国民もね実は持ってんすよ2000兆円、うん、まあ2000兆は言い過ぎにしても1500兆ぐらい持ってんすよ。それを使うところを作ってくれればいいだけなんです政治が。それをね、その1500兆を寝かしたままにしといたり、1500兆を海外に投資しろって言ったわけですよ。ね。で、日本への投資は外国人にしてもらいましょうって言ってるわけですよ。だってずっとこの30年自民党がやってたのは、企業の株を外資に買ってもらおう、外資に買ってもらおうですよ。で、外資に買ってもらったらその分配当しましょう。で、配当はどんどん上げてくださいと。そうしないと日本に投資が来ないからと言って、配当をどんどんと呼び込んできたわけですよ。日本人の金利なんかずっとゼロ金利でしょ。配当ゼロですよ国民への。じゃあ外国人の機関投資家への配当何パーセントですか。 8% ですよ。この25年間で総額7倍ぐらいになってるわけですよ。株主配当が上げろ上げろって言うから儲かるんだったらその株を国民に買わせてくれりゃいいんですよね。この企業は政府を応援するから国民の皆さん投資してくださいっつってね、昔みたいにね、トヨタの株を、例えばですよ、昔だったらトヨタの株を日本の保険会社とか銀行が持ってたわけですよね。全部ほぼ、ね、で高い金利でトヨタのお金貸すわけですよ。だからトヨタは稼いだお金の多くを日本の銀行に金利と配当で払ってたわけですよ。じゃあ銀行の原資は誰出してるんだ。我々国民でしょ。だから我々は働いて銀行にお金入れとけば金利が 10% もついたんですよ。すごいでしょ 10% って。で若い子はもう、そんなの嘘だって言うわけですよ。この間言ったんですよ。昔金利 10% ってまた神様嘘ついてるって言うから、でまたとか言うなと。嘘つかもなって言うんですよ。本当だっつって。ね。で、信じてくださるでしょ年配の方は。10% ってことは10年でお金倍になるんですよ。そりゃね、貯金も楽しみになるし、いや、そんだけあるとなれば自動車買おうかな、家買おうかな、早く結婚したいなと思えるじゃないですか。その仕組みを壊されて、そしてどん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 外資に利益持っていかれてるわけですよ。で、日本のいいものは外国人に買ってもらいましょう。国民の金利はゼロです。そんなことをずっとやってきたのが自民党、公明党ですよ。ね。それにみんな喜んで投票してるんですよ。アホです。でも誰もこれを言わないわけですよ。野党が言えばよかったんですよ、本当は。こうなってるよね、つって。でも違う。なんか、消えた年金だとかですね。なんか総務大臣が嘘ついてるか。どうでもいいんですよ。いや、そんな個人攻撃してるんじゃなくて、国の仕組みが壊されていて、国民が貧しくなってると。ね。だからそれをなんとかしましょうよっていう政党が出てこなかったわけですよ。ね。で、なんか大阪で維新とかできてですね、なんか無駄を切るとか言ってやってですね、また貧しくなってるわけですよ。大阪の所得下がってますから。でも国民はね、今まで閉塞感があったからなんか橋本さんやってくれんじゃないかと思って期待してですね、でもがっかりしてるわけですけど、でも未だに、ね、関西では維新の会人気あるんですよ。なんでか言いましょうか。今日カメラ回ってるかもしれないけど、まあ、カットしてください。カメラの人はね、吉本が強いからです。関西のテレビは吉本が握ってるからですよ。維新とか吉本とかもう年頃ですよ。まあ要は吉本は自民党とも年頃ですよ、ね、そうやって政治とメディアがもう談合しちゃってるわけですよ。でメディアの人たちも分かってるわ。だからもう芸能界って、芸能界とか、まあまあまあ芸能界とかって大体強いのはね、吉本でしょ、創価学会でしょ、ね、あともう一個ジャニーズですよ。で最近ジャニー北川さん死んじゃったからね、男の子に手出してたっつって紹介して叩かれてますけど、あれも死んだからやるだけの話で、生きてる時はできなかったわけですよ。いやこれここでね、今僕が言ってるのはもうタブーだけども、でもその時点で来ますよね。でも知ってる人は知ってるわけですよ。タレントの多くが創価学会だっていうことはね、でしょ。だから創価学会とか吉本に逆らうと安くてタレント回してもらえなくなって、テレビ局番組作れなくなるわけですよ。だからタレント出さないとか言われたら困るから、もう NHK から民放まで全部彼らの息がかかってるわけですよ。でそこともう政治が組んじゃってるわけですよ、ね、全国的な自民党、大阪はうまく維新がそこを取ったわけですね。だから彼らに都合の悪いニュースが流れないわけです。今吉野俊明が一生懸命言ってるでしょ、 IR の問題とか。ね。なんかこの中でカジノ行きたい人いますか。いらないでしょ。パチンコですらいらないと思ってるでしょ。だってパチンコとかすごい依存症になるから。で、カジノのスロットとかはパチンコ以上に依存症になるんですよ。お隣の韓国とかそれだけで何兆円っていうマイナスが出てるんですよ、経済損失が。人口6000万人の国で。そんなの日本でカジノなんか作って、何か所も作って、絶対依存症出るんです。100% 出るんですよ。
出ないわけがないんです。さあ経済損失だけで何兆円ですよ。そんなのね、大阪市とか大阪府に年間1000億とか2000億入ったって、国全体で何兆円の、ね、損失になったら意味ないじゃないですか。しかも運営するのはアメリカの会社ですよ。オリックスとアメリカの会社ですよ。国民儲かるわけないじゃないですか、カジノなんかやって。アホなんですよ。でもそのアホなことが見抜けないのが、もう今の日本人なんですよ。なんていうか、そういうことを教えてないからです。政治の仕組みを、世の中の仕組みを。高校算数理科社会英語はできるんですよ。訓練してるから。でも世の中の仕組みがわからないんですよ。ね。で、地元の中でのなんか利権の取り合いとかみんなやるわけですよ。で、まあそれだったら自民党ついた方がいいよねっていう、まあ損得で自民党応援するわけですよ。でもそれが日本全体にどんなマイナスを及ぼすか、そして日本の人が全体として世の中の為替でいる間に、どんどん世界の経済からもうこの産地は置いてかれてて、むしろ置いてかれてるどころか、彼らのカモになっていっぱい金吸われてるわけですよ。この全体構図が見えない限り、どんなにやったって意味ないんですよ。何回選挙やったって意味ないんですよ。意味ない。で、僕もそういうことにもうね、若くして気づいちゃったわけですよ。僕は二十歳の時に海外留学して、留学先で外国人いろいろ教えてもらって、あ、自分本当何も知らないなということが分かったわけですね。でもそうじゃないと、僕だけじゃなくて日本人がみんな何も知らなすぎるんだと。で、これを変えるには教育しかないと思って、でも教育変えるには政治しかないと思って、29で政治家になったんですけど、政治家って3万人いるんで、日本に、まあ、ざっと。3万人ってね、1割ぐらいしかまともなこと考えてないんですよ。9割はもう自分の次の選挙に通ることだけです。もう選挙通ったら、もうそれでいいんですよ。ね、みんな言いますよ。富山を変える、日本を変えるとかありますけど、変える気ない。もう国会見てたらわかる。富山議会見てたらわかる。本気の人いませんもん。だからこんなこと言うと大変なんですよ。だって庄司明はこれ本気でやらないといけないから。格闘より大変ですよ、本気で政治やるって。本当に命がけですから、ね、格闘なんか分かりやすいですよ。リングがあって時間決まっててルールの中でやるから。政治なんかルールないですから、後ろから弾飛んでくるし、でその弾もね、ピストルの弾だったら分かりやすいわけ、見えるから。そうじゃないですよ、情報の弾が飛んでくるわけですよ。誹謗中傷とかね、過去のスキャンダルとかですね、そのいっぱい来るわけですよ。こんなに貧困法制の僕でも叩かれてますからね。そうです。貧困法制ってありません。はい。それは叩けば誰だって出るじゃないですか、そんなの。昔から皆さん成人君子なんですか？絶対そうないですよ。叩けばいくらでもあるしね、僕の人はアホとか言っちゃうしですね。もうダメですよ、そんな。政治家としてアホとか言ったらダメなんですよ。ね、こんなの僕がね、もっと力ついた党の代表になってね、自分アホですよとか言ったらですね、もうすぐニュースで叩かれます。まあ、いいんですよ、ニュースで叩かれたらそれで知名度上がるからね。はい、それぐらいしかないですよ。我々そんな人のスキャンダルとかそんなんで上がるつもりないから、もうちょっと過激な言葉ぐらいでいくつもりないですけど、ね、今、そういう状況なんです。だから、我々の戦いっていうのは、昨日今日始まったことじゃなくて、もう一回言いますよ。もうね、ずっとやってるんですよ、世界との戦いを。で、80年前に一回アメリカに暴行されたでしょ。それで、もう頭の中変えられちゃったわけですよ。もう難しいこと考えんなと。軍事とか、政治とか、ね、国防とか、哲学とか、教育とか、そんな考えなくていいと。ね、もうお前たちは吉田ドクトリンで、経済のことはやっていいんだと。あとは 3S で、もうスポーツ、セックス、スクリーンね。野球とかサッカーとか、ね、楽しんどけと。ね、で、セックスは 食事とか、ファッションとか、ね、ね、そういう、まあ、原始的な欲求ですよ。恋愛含めて。恋愛、ファッション、グルメ、ね、旅行。ね、であとは、スクリーンだから、映画、テレビ、スマホ、ゲーム、ね、それぐらいやっときゃいいと、ね、で、もういいね、あのやっぱお客さんになってくれと、方針は全部俺たちが決めるから言われたらやって、で、なんかあったときは金出せということですよ。もうね、ATM でしたよ。世界の ATM ジャパンですよ。ね、でもお金ないのに、でもまだ払いつつですね、トリー。そういう状況だから貧しいんですよ、皆さん。だって世界経済は成長してるんだから、世界はどんどんもう海外、この3年間僕も海外に出ないですけど、もう恐ろしいですよ、今海外に行ってる人から聞いたら、物価が高すぎて、インフレがすごすぎる。アメリカとか日本の倍ぐらいだったらもう3倍ぐらいになってますよ。年収1000万あってもカリフォルニア州とか住めないし、2000万ぐらいないと、家族収入2000万ぐらいないと生活ができない。だからもうこれからね、外国人アホみたいに日本来ますよ。だって日本めちゃめちゃ安いから、めちゃめちゃ安い。だからそれでね、ホテル泊まってくれるとか、ご飯食べてくれるって、まあ、それはいいでしょ。でもね、それも困るんだよな。だってね。
だって快適でしたもん。新幹線も空いてるし、ホテルも安いし。でも今もう一気にだろ、もう大阪なんか。これはアパホテルで3万円ですよ、一泊。普段6000円なのに。もう話出そうでしたよ。ねえ。それ、だから、要は、一気に供給力がなくなってるわけですよ、日本は。ホテルなんか潰れまくったから。そこにまたインバウンドだってワッと入ってきたら、でしかも彼らからしてみたら、もう本国の3分の1とか値段でしょ。何でも安いから、別に1万とか2万とか減るもないんですよ。新幹線のグリーン車で僕移動させてもらってますけど、3分の1は外国人ですよ、もう。日本人乗らないもん、グリーン車高いから。そうやって、もう、ハイエンドなところは全部外国人が行って、庶民的なところに日本人が行くみたいな形になって、で日本人でお金持ちがちょっと行こうと思っても、もう外国人がいっぱいいて、わーわー外国でうるさいから、もう、あ、もう一緒に行くのやめようみたいな形で、そしてもう、そういったね、今まで日本人のいい客層が来てたところが、外国人を入れちゃったことで、まあ、別にいいんです、入れてもいいんだけど、その比率が多くなりすぎると、もう日本人が来なくなっちゃうんですよ。ね、で、それで、また今回のとか、何か紛争起きましたとか、で外国人が来たと止まったら、老舗が潰れるんですよ。そうでしょ、外国人相手にミスしてたら外国人来なかったら潰れるじゃないですか。もうね、僕はね、もう見える、未来が。うん、でも、そっちの方へ、そっちの方へ持っていこうとしてる。ね。